で最後何ね、これは R18 の同人誌。それ誰、これ船長の今の推しの。ねえ、本物なんだけどね、本物だよ。アクタンがあのね、やっぱりこれから R18 の同人誌書こうとしてるじゃん。だから嘘でしょ。そうなの。だからなんかその勉強になるかなと思って。嘘でしょもう。え、そう、アクタンが、あんたさ、最後なんだよ。アクタンこれ書こうとしてんの。違うって何を言ってんの。いやだから、アクタン、あの店長の朗読に書いてたよね。何を言ってんの。違うじゃん。言ってたでしょ。で、船長が好きなやつを書きたいんだったら、そういうの読んで勉強するかなと思って。船長見てんじゃない、ちょっと。ちょっと楽しんでる、ね。ほんとにちゃんと見ちゃってるよ。この辺だね。あとですね。え、でもやっぱアクタにはそのシーンだけ見せればいいかなって思うから。どうぞ。え、今開いてるの。あ、いいよ、見て。え、今こっち向いて、こっち向いて。バカタレだ。あんたね。はい。船長に怒って。船長に怒ってよ。あんた。え、でそれ女の子？うん、男の子。あ、そうなんだ。うん。あったね。うん。女の子みたいな。こういうのは一人で楽しむもんなの。一人で。確かに共有するもんじゃないかも。船長は、いや書くよ、書くよ、私は書くよ、だけで満足だよ、私は書くよ。船長は、うんはうん、船長には、うん、やっぱずっと独房に、うん、なるべくいい生活をしててほしいから、うん、船長に欠かせないものだと思うの。同人誌って、うん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 、だからいいんだ。じゃあ今の推しのカップリングはこれなんで、このカップリングでお願いしますと。先生よろしく。あ、だからそれ参考資料ってこと。そういうことですね。あ、じゃあ、ね、じゃあ3ページ目まで見てみて。もうさ、おかしいから、マジでもうおかしいから。読んだ、読んだ、ね、え、いや、パラパラって読んでもう分かる。絶対もう閉じてしまうよ。え、せ、なるほどね、船長こういうのが好きなんだ。確かにえってなる。